会長をはじめご関係者の皆様並びにご参加の皆様のご健勝とますますのご活躍をお祈りいたします。皆様お一人お一人にとって思い出深いお祭りとなりますよう心から願っています。平成26年9月14日日高市長清原慶子ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。それでは次に、衆議院議員の伊藤達也の様よりご挨拶をよろしくお願いいたします。あ、おいでになってませんか。あ、なんかお忙しいようで、それでは次に三鷹警察署長、今度は8月24日に、新しくおいでになられた、岡秀夫様よりご挨拶をお願いいたします。皆さんおはようございます。まだ本日の八幡大神社のですね、例大祭がご連行なるのを参加して心よりお祝いを申し上げます。例えばお伺いましたが、ご紹介いただきました三鷹警察署の方からございます。昨今地域の絆作りというのは大変重要性が見直されているところでございますが、本日の例大祭がですね、その地域の大きな絆作りに貢献されているところをですね、昨日時代からずっと感じているところであります。そのためですね、三鷹署員もですね、一丸となってですね、本日の例大祭が無事に取り行うことをですね、全力で使うことをお約束してですね、私の簡単でございますがご挨拶させていただきます。本日は大変おめでとうございます。どうもありがとうございました。それでは次に、三鷹消防署長水野久志様より、ご挨拶をお願いいたします。皆さんおはようございます。三鷹消防署長の水野です。本日はこの秋晴れの素晴らしい天気、絶好のお祭り日和だと思います。ちょっと救急車のお世話にならない程度に張り切って、お祭りを盛り上げていきましょう。本日はおめでとうございます。随時本当に救急車のお世話にならないようにお願いいたします。それでは次に、挨拶が長いと時間が出発時間遅れますので、あとはご来賓の方のご紹介をさせていただきます。東京都議会議員の中村博之様、それから三鷹市議会議員岩田康夫様、それから、三鷹市議会議員田中純子様、それから、三鷹市消防団、第六分団神谷勝様、それから、みこし太鼓コーチ田中正則様、田中さんいらっしゃらない、田中さん、それではこれからは一番大事なところでございまして、再利実行委員長、委員会の委員長の谷合二郎様より、今日の挨拶と、注意事項を、お願いいたします。皆さんおはようございます。本日も実行委員長をやらせてもらいます谷合と申します。まずは注意事項としてはですね、盛大に盛り上がるように、怪我事故のないように、提供したいと思いますので皆さんの協力をよろしくお願いします。で、ちょっと自己紹介をしますので、私実行委員長をやらせてもらいます谷合です。よろしくお願いします。実行委員の二平です。よろしくお願いいたします。同じく井上です。よろしくお願いします。同じく加藤です。よろしくお願いします。同じく小山です。よろしくお願いします。杉谷です。よろしくお願いします。臨時役討議住人会谷川です。全力装備住民会谷合です。よろしくお願いします。大川です。よろしくお願いします。一宮を担当する三鷹祭りの半沢です。よろしくお願いします。二宮を担当する八重の伊勢です。よろしくお願いします。このメンバーで授与したいと思いますので、ちょっとよろしくお願いします。あと、祭礼活動の長官役員の前にいる発生の向こう向いてもらいます。ちょっとよろしくお願いします。